はい、動画マーケターの太田です。今回はですね、特別会ということで、はい、ナーブテクノロジー代表の岡林代表に来ていただいてます。よろしくお願いします。お願いします。ちょっと軽く自己紹介をお願いします。いや、嬉しいです。動画マーケター亮太さん、はい、いじるないきなりナールテクノロジーというナール生態ですね。生態は今国内に約4年で60店舗海外に5店舗、 あとはアプリをやってるというそういうグループを運営してます。よろしくお願いします。約4年で年商なんてまた10億1.12ですね。いや、すごいっすね。本当になんとですね、この若林さん、あの令和の虎で過去最高の志願者と呼ばれ、はい、いや、まあそんなことないんですけどね実際謙遜すなよ。実際はそんなことないんですけど、わざとらしい謙遜するのはね。どれぐらい出演されてるんですかね、あれね、志願者さん。今400ちょいじゃないですか。そうなんですね。500いくんかな。その中で多分最高。そんなことないですよ。もう褒められたきの顔が出てますけどね。まあ、そういうね、はい、あの結果を出されてる方なんですけれども、以前ですね、若林さんもそのナオルさんの会社さんの方で、我々の方で YouTube のサポートをしてまして、今は内製化されてね、やられてるんですけれども、実際にその YouTube だったりとか動画編集者っていうのを今は採用されてるんですよね。今は内製化しました。実際に今令和の虎もそうだし YouTube を活用してどれぐらい事業にインパクトがあったのかと、その中で感じる動画編集者の重要性だったり必要性みたいなところを今回かなり語っていただければなと思います。なるほど。多分 YouTube とかも生態の業界の中でも多分トップで YouTube とかうまく活用されて伸びた会社さんだと思うんですけど、ちょっとその辺をね聞いていければなと思います。僕らは国家資格者を採用するというのが一番やっぱベースにありつつ、うん、ね、採用ホームページとかいろいろやってますけど、結局センスいい人は SNS 見ると、センスいい人はセンスいい人は SNS 見るんですよね。それそのいろんな人が来た中で、あ、この人になったものは SNS から来てたってことですか。そうです。2024年の今8月終わりましたけど、120人ぐらい面接面談をしました。その中でもいい人はやっぱね、基本 SNS やっぱ見ます。それなんでなんですかね、キャッチアップ能力が高いんじゃないですか。自分で調べないと出てこないじゃないですか、検索とか。普通に昔の人ってもうGoogle 検索だけみたいな感じなのに、ね、うん、センスいい人はそこから代表の名前を調べるとか会社の名前をインスタとかで調べると、はい、よりいい人が最後たどり着くのはどこかっていうと YouTube なんですよ。でこれなぜかっていうと、みんなね分かってるんですよ。ストーリーとかインスタだけだったら内容を全部キャッチアップできないと。一部は見えるけど、一部は見れるけど、うん、そうするとみんな見たくなるのは YouTube で、 YouTube やってないかなみたいな、そしたら YouTube が出てくると、で楽しそうになるみたいな、これがめちゃくちゃ重要ですね。結果的に YouTube やられて、それが採用にかなり生きてきたっていうことですかね。めちゃくちゃ生きましたね。僕も会社立ち上げの時からずっと YouTube の方サポートさせてもらってるんですけど、その時会社はまず令和の虎出資受けてスタートするってなったじゃないですか、うん、多分そのタイミングでしたね、 YouTube スタートしたのは。その中でだんだんこう YouTube が半年1年とやっていく中で、どんな流れでインパクトが出てきたというか、うん、影響出てきてるなっていう風に感じました、はい、最初 2,3 ヶ月やっぱね、そんな大きくやっぱ感じなかったですね、効果は。3ヶ月スパンでいくと6ヶ月ぐらい経つと、やっぱ1人とか、うん、あとは YouTube 見ました、見てましたみたいな声が聞こえてきて、でそこから9ヶ月1年ぐらいになると、うん、YouTube からの完全集客みたいなのとかが採用とともに見えてくるみたいな感じなんで、最初はやっぱコンテンツ貯めるのが大変だったと。僕の場合はですね、 2C のチャンネル月100万ぐらいかけたのをほぼ1年やってたと。もう一つ 2B の採用向けを亮太さんにお願いしたと。でこっちはもう破格でやっていただいたと。何ていうか分かんないですけど、いや分かんないですけどね。そして 2C の方はなくなり、 2B が今爆伸びしたと。なぜかみたいなところでいくと、編集者と企画力っていうのが、うん、重要だったなっていうのは痛感するっすね、はい、でもこの100万ぐらいかけてた時も結構大きいところっていうか、大きいところ、いいところ頼んだけど、そこは絶妙だったなって感じだったんですかね。サービスをそのままちゃんと理解してもらえてなかったから、ニーズを汲み取れてなかったのかなって。まあ亮太さん業界の人じゃないですか、もともとそうですね。そこを理解した上で僕がやったからこそ、いわゆるその同業向けなのはかなりいい感じで伸びたと。そうですね、うん、完全に違う業種の人でもとにかくそこを理解しようと思ってくれたら多分いけたと思うんですけど、そこの調整が僕はできなかったから、1000万ぐらい1個のチャンネルをポシャらせましたね。結構大きい金額を、あの時いろいろありましたね。そうなんですよ。いや、これそのまま外注してていいんかと、ちょっとリスクだみたいなのをその頃からいろいろ考え始めましたね。なるほど、はい、ありがとうございます。実際に半年1年やっていく中で、店舗もスピード出店されてたじゃないですか、はい、そんな中で、まあ、採用がめちゃくちゃ必要だったわけですよね、はい、でそれを、まあ、YouTube とか SNS を活用してかなり採用できたっていうことですかね。めちゃくちゃこう1年以降とか、だいたい採用のどんぐらいの割合が YouTube だったり SNS で採用できたんですか。今ナオルグループが全体で累計採用者が130人ぐらいなんですね。130人のうちの YouTube、はあ、SNS だけで完璧に来たのは30人ぐらいで、うん、採用ホームページとか YouTube 見ましたみたいな絡んだの入れると多分半分ぐらいはぶっちゃけそれで来てんじゃないかなっていう。じゃあ本当に SNS 経由で来た人は30、ただ他からも見たけど YouTube を見てエンゲージメントが上がって最終やっぱ行きたいなと思った層とかも含めたら50が半分ぐらいってことですね。そういうことです。じゃあかなりインパクトがあったし、かついい人が入ってきてくれたっていうことですよね。30っていうのは我々の業界で言うと、うん、新旧従事で理学療法士、はい、
資なんで、1人採用単価、大体100万なんですよ。10人で1000万、30人で言うと3000万、3000万の価値を得れたみたいな。そういうことですよね。しかも仮に半分だと仮定した場合、とてつもない採用単価になってるであろうし、かつ YouTube って媒体利用することで社員さんのエンゲージメントとかやる気とか、なかなか代表にね直接会うとかってできないけど、そういうのに触れることで社員教育としても使えたみたいな側面もありましたよね。めちゃくちゃあるですね。しかもメタ広告と違って資産性が抜群と、これからのが伸びる気がしないですね。30ですけど、今の方が増えてきてるんで、これは面白い。じゃあこっからむしろどんどん価値発揮するんじゃないかなと。そうっす、素晴らしいっす、ね、その方が全然ありえですね。ということで YouTube ってものを活用して自社採用とかブランディングがうまくされたナオルさんなんですけど、実際に2年間ぐらい僕らが担当して、そこから内製化もされたと思うんですけど、そうっすね、今いわゆる動画編集者さんだったりとか管理するディレクターみたいな人がいると思うんですけど、どうですかね、そういう人たちは今後いろんな会社でマストで必要になってきたりとか、うん、どんな感じがあります、印象として。めちゃくちゃキーポジションですよ。キーポジション、どれぐらいキーポジションか外せないレベルなんですけど、僕で言うと振り込み処理をしてくれる経理ぐらい重要なポジションなんですよ。ミスらないでほしいのと、やめないでほしい。だから最終今誰に引き継いでるかっていうと、兄の奥さんっす。兄の奥さん、兄の奥さんが今メインで編集してるんですよ、うん、チャンネルを。そうなんですか。面白い。入り口は亮太さんからスタッフに引き継いでもらって、結構専門的なスタッフがやってましたよね。意外とね、この人優しくて無償でかなりいろいろ教えてくれて引き継いでくれてとんでもないです。それで僕らは内製化させてもらったんで本当もういたせりつくせりなんですけど至れり尽くせりね、至れり尽くせりなんですけど、大きい感じ間違えてますよね。そうなんですよ。でその人もやってるんですけど、ただ一人だとちょっと不安なんで、プラス2人用意しましたもん。じゃあ3人合計でいると。じゃあその3人で管理されてやってると。そうです、うん、ただここの3人が1人でも抜けたりとかバランス崩れるとかなり心配というか、経理と同じぐらい不安があるっていうところですかね。なんで一応分散させるためにも2人が3人編集できる人は置いときたいなと思って、うん、今後ナオルさんみたいな企業増えそうですよね。社内でガチホールドして仕事を与えて一定数やってもらうみたいなのって結構増えそうじゃないですか。 100% 伸びる経営者はそうするっすよね。センスない人はやらないと思いますけど、伸びる会社は絶対にそうするっす。だって YouTube ショート、リール、TikTok、大体代用できるじゃないですか。それを社内で回せるっていうのはめちゃくちゃ価値高いと。しかも新しい会社が今の大手とかサロンビジネスでグループに勝つには、うん、SNS で勝負する以外は無理なんですね。お金勝負になったらもう勝てないですもんね。勝てないです、間違いない。ってなったら正しい編集者、生きのいい編集者みたいなと組めるパワー系の人と、安定して生涯辞めないだろうなみたいな人とバランスよく編集チームに配置してる方が堅実な気がしてるって、うん、今はそういう編集者を管理するディレクターみたいな人はいるんですか。強いて言うなら教えてもらったあの方なるほど。でもちょっと情緒は不安定かやんかしかも具体を話すと、それこそ生態とか資格も持たれててやりつつ編集もしてるんですよね。そうそうそう、今はなんでハードなかつ情緒がね前後があるっていうね。そういうことですよね。でも多分ナオルさんだったら、新しくこういうこと始めようとか、新しくこういうアカウント作ろう、こういうチャンネル作ろうって展開出てくると思うんで、うん、そしたらこの数が増えてって管理する人間とか、いわゆる PM みたいなポジションが社内でできてくるみたいなのもありそうですよね。いや作りたいですね。作りたいけど作れてないのが今って感じですね、うん。どんどんそうなっていくってことは、いろんな会社さんでそういう部門ができたり、まあ、外注される方もいると思うんですけど、どん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 増えていくってことは何が起こるかっていうと、動画編集者の需要が上がるってことなんですね。それは間違いないと思うんですね。間違いないですよね。ここからどんどん広がっていくんじゃないかなというところで、 AI とかね外部的要因はあるので一概には言えないんですけど、ただ最終フロントでやり取りする人間ってのは絶対必要になるんで、むしろこういう発信をする企業っていうのはどんどん増えていくだろうなって想定されるので、まあ、めちゃくちゃ重要ですよと。ただ、ね、僕がいくら重要ですよって言ってもあんま説得力ない可能性があるんで、今回若林さんにね、以前もちらっと出ていただいてたんですけど、ちょっと今回語っていただいてると。今ある能力プラス動画編集できるっていうだけで採用よりしたいってなるっすもんね。おー、これはめっちゃ面白い。美容師だけど、うん、美容室でも働けるけど動画編集ちょっとかじってたから編集できますって言われると、採用確率は一気に上がるっすよね絶対。なるほど。一個のワンスキルとしてめちゃくちゃ価値高いってことですね。いきなり外注するのっていうのは、僕は経営してるんで分かるんですけど、まあまあな金額が来るからちょっと怖いと、うん、だったら一人採用してその人がちょっとかじってるんだったら、テスト的にその人にやってもらうみたいにした方が月10万とかでとりあえず運用できるから嬉しいみたいなぐらい採用は上がると思うんですね。シンプルに動画編集者として活躍していくっていう形か、もしくは今あるスキルと掛け合わせて自分がいろんな市場に出た時にかなり価値が高くなって、いろんな採用とかいい企業に勤められるっていう展開も結構見えてくるってことですね。そうです。つまり選択肢が増えると。これは素晴らしいですね。選択肢増やすのがもうめちゃくちゃ大事で、なんで僕が兄の奥さんかっていうのは、一個はまあ安定性もそうですけど、場所時間自由じゃない
ないですか。女性は僕はよりやった方がいいなっていう、今産後とか妊娠のタイミングの人が増えてきてるんで、うん、産休育休中に仕事ってなると整体とかやっぱ店舗ビジネスってむずいじゃないですか。難しいですね。動画編集できるんだったら全然前よりちょっと高くてもいいよみたいな。おお、これはすごい。僕はだからマジ女性はやった方がいいな。女性の方が丁寧ですしね。いやそれもある、実際あるんですよこれ。やっぱ統計すると男性もちろん素晴らしい方いますけど、めっちゃある。女性すっごい丁寧な商品でね、概要のとこも丁寧です。そういうとこ気になっちゃうんで、今回もね詳細が事前に来てないっつってちょっと僕ね怒られたんであすいませんってことで、僕はね若林さんとならねあうんの呼吸でできるんじゃないかなっていう理由でね、そういう失敗ありきで。そうです、もう間違いないです。なので今回いろんな若林さんに語っていただいたんですけど、リアルで YouTube とか動画編集者さんとかとうまく仕事をしながら会社のための数字を出しているというか、動画編集とか YouTube を活用して伸びてる会社さんなので、かなり今回はリアルな意見なんじゃないかなということで、動画編集とかやりたいとかやってる方に最後一言岡部さんあれば。っていうかだから今そういうサービスをやってる。そうです。そんなやってたっけ、もともと。もともとやってなかったんですけど、最近ようやくスタートできるようになりました。それ言ってくれてたら逆に治るからマジ送ってましたよ。だって名前出していいか分かんないですけど、動画編集キャンプに兄奥さんとか行かせましたし。言ってましたね。それが一番結局早いんですよ。教育させちゃうと、スタッフを。社内の人に教えるにあたって、一番コスパいいのはそれっすよ。だから、もっと早く聞いてたら。本当ですか。送ってくれてました?100%。動画編集キャンプじゃなく。そう。なるほど、なるほど。まあ、動画編集キャンプも素晴らしいサービスですけどね。何回いくらとかどういうあれなんですか。僕らは、本当に最近のサービスで言うと、しっかり管理してくれないサービスが結構多いので、3ヶ月間みっちり教え込んで、動画編集フリーランスとして活躍できるレベル。もしくはちゃんと副業としてもできるレベルまで叩き込む。一番足りてないのってクライアントワーク力だと思ってるんですよ。そこを本気で叩き込むっていうところをメインにしてやってるサービスなんで、今僕ら大体年商1億ベースぐらいになってきてるんですけど、まあ、そういったノウハウとかっていうのを全部叩き込むサービスって感じですね。じゃあ編集の基礎とサムネとか企画とかは別？それを全部やります。僕らで作ってる企画とか考え方とかやり方とかも全部話します。3ヶ月で店舗に来るみたいな、オンラインとか？基本オンラインなんですけど、月1で今僕らのオフィスに来ていただいて、でその中で実際に例えば企画の考え方だったりとか足りない部分とかっていうのを直接話していく。あとは副業フリーランスの界隈ですごい多いのが、どうしてもポットでなんかやってみようと思ってチャレンジする人が多いので、ビジネスマンとしてのマインドとか感覚っていうのができてない人が多いので、その辺とかはバンバンバンもこう伝えながら、クライアントワーカーとしての心得を本当に叩き込んでいくっていう。今僕らのサービスが解約された数っていうのが今のところほぼなくて、身内の案件以外。すごいですね。なんで平均が大体2年ぐらいになってるんですよ、クライアントの平均ですが。まあ、それもマーケスキルが高かったかっていうよりは、どっちかというと寄り添いとか徹底的にクライアントワークしたっていうところがあるので、そういったところをお伝えしてるって感じですね。なんでもうちょっと早く言っておけばよかったですね。ちなみにいくらなんですか。金額ですか。リアルに僕は知らないんで、今初めてそのサービスを知ったんで興味本位で、ナオルもさらに強化はやっぱしたいなと思うし、あとはちょっと話変わるかもしれないですけど、 PV 的なやつ作りたいな。僕ら年末に向けてのイベント系あるじゃないですか。ああいうのとかはまだ教育できてないんで、その辺とかいけるのかなとか含めて、費用感どんな感じかを今結構真面目に聞いてます。真面目ね。でもあなた値切るじゃないですか。いや、それはネギの人だって大阪出身なんで。この人ね、うまいんですよ。マイク。本当にね、上手に言ってくるんでね。価格は大体、一人に対して、です。安いプランと高いプランがあって、プランと、がありますと。安いプランに関しては基本的には僕ががっつり入らない。高いプランに関しては僕は結構コーチングに次とかでズームで入るというふうになってます。そこで分けてるって感じですね。この動画を見て入るみたいな人がいたら、ナオルは半額でいいみたいな、そういう感じになってます。ほらね、すぐね言ってくれるでしょ、これ。そういうことではない。もちろんね、そういうふうに言っていただけるのはすごい嬉しいんですけど、もちろんナオルさんにもいろいろしますから。はい、ありがとうございます。ちょっと下世話な会話になってしまいましたが、ということで最後ちょっと動画編集者とかに含めて、今学んでない人でこれから副業したいだけじゃなく、ちゃんと稼げる力1個でも持っときたいみたいな人はめちゃくちゃおすすめです。ガチで。僕はよく会社のスタッフに言ってるんですけど、日本は震災大国なんですよ。つまり店舗型ビジネスっていうのは今もそうなんですけど、台風とか地震とかめちゃくちゃリスクなんですね。でこのリスクを回避するためには、ネットでできる自分の仕事の能力をつけとかないといけないと。ナールは海外にも展開してますけど、動画編集っていうのは海外にいてくれてても全然いけるし、都内で地震があったら地方でも別にできるし、会社経営してる側からすると店舗が運営できなくなったとしても動画は回し続けれるんで、つまりこの仕事はストップしないんですよっていうぐらい、日本人はよりいいと思うっていう感じなんで、自己投資してちゃんとやってればすぐ回収できるんじゃないかなと思うんで、マジでおすすめですね。結構自己投資してちゃんとやりきる人ができない人が結構多いんで、僕らはいわゆるちょっとコーチングみたいな進捗管理とかまで徹底的にやるっていうところを今サービスに落とし込んでやってるみたいな感じなんで、めちゃくちゃいいですね。本当ですか。めちゃくちゃいいと思います。おすすめですか。おすすめですね。あ、ちょっと3回後言ってもらっていいですか。じゃあ5割引き。5割。
いやでもマジでおすすめだし、ナウルがここまで伸びたのはマジでリョウタさんのおかげなんで、こういう動画に誘ってもらった時も即答で行くよみたいな感じで回答しましたね。僕着いた瞬間遠いわって言いましたけどね。でも僕わざわざ来るなんて今はもうあんましないんで。ありがたいですわ。これ友情のあれですよ。最初にもうめっちゃ格安でやってもらってたし、いろいろと教育もしてくれてスタッフが伸びたんで感謝してるというところで、ありがとうございます、はい、ということでぜひ動画編集始めたいという方はですね、改めて今回の動画見て背中押してもらえてね、こういうすごいケースさんもそういう風に言ってるわけですから、ぜひねチャレンジしてもらいたいなと思います。また今回の動画見て動画編集始めたいなとか、動画編集者として成長したいなと思った方はですね、概要欄の公式LINE登録してもらえると、こちらの7大特典ドッと受け取ることができます。これ無料ですからね。無料ですし5秒で LINE 登録終わるんで、概要欄の一覧の上リンククリックして5で終わりますから、動画編集者として頑張りたいと今回少しでも思ったのに必ず登録しておいて損はないね。必ず概要欄の一覧のリンクからね登録をしておいてください。お願いします。岡部さん、今回は貴重なお時間ありがとうございました。ありがとうございました。